そしてステージへ向かう一人のアーティストの姿が、アラン。この秋公開される映画レッドクリフのダイジェスト映像も上映されるこのパーティーで、アランは映画の主題歌を初披露することになっていた。はい、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。リハーサルも無事終わり、翌日の本番まで束の間の休息。カンヌは初めてです。初めてですよ。フランスも初めて。空気とても綺麗ね。これ大丈夫？ステージで迫力あるパフォーマンスを見せる彼女も普通の女の子。洋服選びは大好き。これ綺麗ね。ピンクも好き。どう？これ。どう？そしてカンヌ雑貨のお店へ。 Thank you。 これは分かった。何だ？くるみはここ。そう、くるみするとき私のふるさともこれ。はい、ディスコブリーコンセイエー出して。ダメ、デジョリーショーズしよう。ああ、メッセージマンジェスペシャリティラベンダーの香りのボディスプレーに興味津々。気持ちいいね。そしてカンヌの名物セミの置物。カンヌではセミは幸福のシンボル。これ多分一番さんだっけ。じゃあこれください。 Thank you very much。 もう次ハリガとおこでいます。ありがとうございました。イエーイ。リルー、行く先々でカンヌの人々と触れ合うアラン。カンヌのみんなとても親切ですね。昔お母さんが教えてくれたフランス民謡を口ずさむ。そして向かった先は、うわー、ここ綺麗。いた。ここここここ。すごい。綺麗。ね。ね。初めてのカンヌ。見るもの、手にするものすべてがアランの心を刺激する。最後にアランがやってきたのは地中海を見渡せる港。海見たのは今少しの両親の思う、見想父母想ママパパの思う。これから挑む大舞台への不安を落ち着かせるため海を訪れた。歌は無事終了。そしてアランからメッセージが。音楽是不分种族、不分国界、不分言语的。我想地球只有一个，那么这个地球是让我们生存的唯一的空间。现在我们的同胞，我们的地球正在受伤，那么我们的同胞他们需要我们的帮助。我想只要我们大家团结一心，这场自然灾害肯定能够很顺利的度过。嗨，亲爱的观众朋友，你们好。这里是我的家乡美人湖。希望呢，你们能。中国四川省で生まれ育ったアラン。很漂亮呀。先日この地は大規模な地震に見舞われ、多くの死者を出した。自分にできることを考え、このメッセージを会場に伝えたのだ。
五月二十号，我为我的家乡四川省，那么四川现在地震，我就特意录了一首歌，叫做《爱就是手》。我的公司爱回集团、阿兰个人，还有所有这首歌的创作人员，我们将会把这个歌获得的所有的费用全部捐献给灾区的。我想，我作为一个歌手，这也是我唯一能做的一点事情。啊，希望大家能够支持，谢谢大家。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。レッドクリップの主題歌「シンセン」を今すごいテンションね。今日のパーティーとても壮大ですよ。うん、私今日、歌のアーティスト一人。すごく緊張ね。緊張。でもとても怖い。とても楽しいです。一番は、歌、いろいろの歌、愛と平和の歌、もうずっとずっと、歌っています。心を込めて、大切に頑張っています。歌ってみたいです。映画の街、カンヌで。風景や人々に触れ心に刺激をもらったアラン、彼女の言葉は国境を越え世界に愛と平和を歌い続けていく。